皆さんこんにちは、ハワイのトリセツのアイナです。今日はワイキキから車で15分、カイムキ地区にやってきています。ここはこじんまりとした地元密着型のお店が多い場所です。今映っているワイアラエ通りとトゥエルブスアベニューの角にあるコーヒートークもずっとここにあるコーヒーショップです。今日の目的地に行く前にこのトゥエルブスアベニューにあるお店を見ていきたいと思います。みんながよく利用する駐車場があるのですが、その出入り口にあるのが地元で人気のレストラン、トゥエルブスアベニューグリルです。この通りにはチョコレート屋さんがあったり、スコーンの美味しいお店があったり、ハワイのトリセツでもレポートした雑貨屋さんがあったり、チーズケーキのお店もあって、地味な感じの通りなんですが、意外に立ち寄りたいお店がたくさんあります。ワイアライ通りから一本入ったこの道を行くと、想像力豊かな朝ごはん、ブランチのお店、ココヘッドカフェがあります。前にピカケと食べに来た YouTube の映像もありますので、よかったら見てください。こんな感じでカイムキの街はメインのワイアラエ通りとこのトゥエルブスアベニュー通りにたくさん人気のお店がありますが、他の小さい通りにも、ちょっとユニークなお店があったりします。そんなお店を探しながら歩くのも楽しいと思います。このカラフルなトロピカルフィッシュが描かれているのは信号装置なんですが、地元のアーティストがこの信号装置にいろいろな絵を描き、街に華やかさを添えています。お花や魚、海の風景などいろいろなアートがあるので、カイムキに来たら楽しんでみてください。あとコーヒートークの前にある信号を渡ったところにあるお店、ここ私のお気に入りなんです。紫のお米、パープルライスが入ったヨーグルトドリンクを作っているお店、カウカウです。最初お米が入っているのかと思ったんですけれども、これが結構美味しくて癖になる美味しさでした。この先にあるターコイズブルーのお店は、パイプラインというマラサダのお店です。ハワイで大人気のマラサダ屋さん、レナーズの元スタッフだった人がここにオープンしたお店だそうです。私もまだ行ったことないので、ぜひ次回はここに行ってみたいと思います。そして今日の目的地に着きました。この先にあるホットドッグスタンド、ムキドッグです。いつも地元の人でにぎわっています。メニューは2つ、ワークスと味噌かけ。味噌かけは味噌とふりかけのことです。日本語ですね。何がユニークかというと、この看板に書かれていますが、ビヨンドソーセージというのはこれビーガンソーセージのことなんです。ビーガンはお肉、お魚の他に乳製品も食べない人たちのことを言います。このスタンドのオーナーさんなんですが、2020年1月にアメリカのエアフォースを引退し、その後このホットドッグスタンドを始めようと思ったそうです。ただコロナの影響で2020年にはお肉が不足してしまいました。ここで楽しみながらお肉を使わないホットドッグを作り出し、
さらにコミュニティに健康的なメニューを提供することになったんです。そして今では地元でとっても人気になりました。 Welcome to Kaimuki。Works. Tuesday through Saturday, 10 to 3. 10 to 3, okay. Yep, we also have a location in Waikiki, right in front of the zoo. Oh, okay. Same hours, Tuesday through Saturday, 10 to 3. Okay. Yeah. The name is Muki Dogs, which is a derivative of Kaimuki, which is the area we're in right now.Alrighty, and that is the miso kake. And here you go. Muki Dog はハワイ生まれだからハワイらしいトッピング、ハワイならではのホットドッグが出来上がっていると思います。このムキドッグですね、とっても繁盛したのか、このお兄さんが、ワイキキに出したと言っていましたが、今はカカアコに移動したと聞きました。でも私は今のところカカアコでは見たことないんですが、どうかな、これハワイあるあるですね、ちょっと適当なところがあります。なのでこれを目当てに食べたい人はぜひ買い向きに行くのが確実だと思います。家に帰って旦那さんとシェアして食べました。これはですね、言わなければ、普通のお肉と思っちゃうと思います。このそれぞれのトッピングがまた個性的で美味しくて、これはですねリピ決定です。うちの旦那も気に入ってました。皆さん今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。